どうもこんにちは、世界的 VIP 健栄です。ラーメン食べようシリーズでございます。今回購入したのはこちら、はい、ペヤングのスカルプ D ということで、ヤバそうなやつがあったんで買いました。これめっちゃヤバいっすよね。海藻マックスぬるぬる塩味、男たちを立ち上がれって書いてありますけど、まあ皆さんご存知、スカルプ D って言ったら育毛剤ですよね。あの髪にわってねやると思うんですけど、僕はまだね、あの髪の心配はしてないので、まあ手を出したことはないんですけど、そういったところでね、あの人気な商品なんでございますけど、なんとですね、ペヤングとコラボしたということで、非常にねやばい、結構前に買ったんですけどずっと食べてなかったんで、ちょっとせっかくなんで食べようかなと思うんですけど、これやばいよね。どんな味がするのか気になる。塩味って書いてあるんで、多分塩焼きそばみたいな感じなのかな。早速食べていきましょう。はい、ということでね、完成いたしました、こちらでございます。こんな感じ、わかめと昆布がすごいいっぱい入ってんの。こう見るといっぱい見えるよね。まあ見た感じヘルシーな感じですよね。非常にわかめも僕大好きですし、昆布もね大好き、あとラーメンも大好きということでね、非常にね美味しそうで、香りがねめっちゃわかめの匂いがする、わかめの匂いしかしないっていうぐらいな感じですね。じゃあいただきます。いきます。あ、めっちゃ美味しい。これ味はやっぱり塩味ですね。なんか塩焼きそばみたいな感じに、わかめとこの昆布かな、でもなんかひじきっぽいんだよな、なんかそんな感じの方が乗ってて非常に美味しいですね。いただきます。あ、美味しいわ。うん、塩焼きそばなんですけど、ちょっとなんか甘みを感じるんだよね。これはわかめとかこの海藻の甘みなのかな。非常にほわーっとなんかちょっと甘みを感じる感じですね。で、なんかぬるぬるって書いてあったんだけど、まあ、そこまでぬるぬる感はないのかなという感じ。うん、だから普通にスルッといけますね。美味しいです。あ、でもなんか海藻サラダ食ってる気分だね全然サラダじゃないんだけど、非常に美味しい。わかめがねいっぱい入ってるのがいいっすよね。なんかあれ食べてる気分っすよ、あのチョレギサラダってあるじゃないですか、あれ食ってる気分っすね。全然違うんだけど、なんかそんな感じがします。非常に美味しいですね。はい、ということでね、こちらのねペヤングのスカルプ D 焼きそばなんでございますけども、発売日がね2018年の12月3日だそうです。で、こちらペヤングとスカルプ D のコラボ商品ということで、最初見た時びっくりしました。と思ってですね、髪に必要な栄養素が含まれている鮭エキスやビワハエキスパウダーを配合し、具材にはミネラルや食物繊維を多く含む海藻類を具材としてふんだんに使用しましたということで、本当なんか髪にいいんだってね、髪に髪にいいんですよ。ちょっとまだまだ髪の心配はねしてないんであれなんですけど、まあ一応ね備えておこうかなと。励んの嫌じゃないですか、備えましょうということで、そんな感じですね。あ、先ほど言ったんですけど、あのひじきもしっかり入ってました。わかめ、ひじき、昆布ですか、入ってて、まあ本当に、あ、髪に良さそうなね感じ、組み合わせですよね。非常にね、ありがたいですねという感じ。やっぱ髪にもいいし、食べても美味しいということでね、非常におすすめの商品になってます。そんなこんなで今回ですね、ペヤングのスカルプ D 焼きそば食べてみました。お疲れ様でした。